今日の一問一答ですね。介護支援分野。保険者、国、都道府県の責務等という単元になります。保険者における介護権の会計に関する次の記述は、正しいか誤りか答えよう。問題。介護権に関する収入及び支出については、特別会計を設けなければならない。介護権に関する収入及び支出に関しては、 特別会計を設けなければならないというふうにありますが、これはその通りで丸になります。介護券の運営者である保険者は誰ですかと言ったら市町村ですね。で市町村というのが介護券関連の支出、あるいは収入の受け取りですね、そういったものをやっているわけなんですけれども、この介護券関連の収入や支出に関しては、ある専用の 特別な財布を設けなくてはならないと。そして、収入はすべてその財布に入れ、支出は全部その財布から出すという、そういう護保険専用の特別な財布を用意しなくてはいけませんよと。こういう決まりになっているわけなんですね。これを特別会計というふうに言います。市町村が扱っている他の支出や収入なんかと一緒にならないように、ごっちゃにならないように、 明確に区別している、分けているということですね、会計を。これは特別会計というふうに言います。で、その特別会計というのは、二つの感情に分かれます。一つが保険事業感情。そしてもう一つが介護サービス事業感情というものになります。で保険事業というのは、市町村が保険者として扱っているものですね。 これが保険事業勘定になります。例えば事業所とか施設に対して介護報酬の支払いというのを市町村は国保連を通してやっていますね。こういうようなものですね。その介護報酬を払うために、え国とか都道府県とかからですね、その公費を受け取ったりとか、あるいはあの支払い基金から第二公費保険者負担率分のですね、交付金を受け取ったりとか、まあ、そういうような感じで受け取るわけですね。 そして国保連を通して事業所施設に支払いをしますね。介護報酬の。こういうような保険者という立場で扱っているものですね。これを保険事業勘定というところで処理しているということですね。一方で市町村自身がサービス事業、サービスというものを運営するにあたって使っているお金。例えば介護予防支援とかっていうのは 市町村が直営でやっていたりしますね。それから地域支援事業の実施とかっていうのも市町村がやっていますよね。こういうようなサービスを提供するにあたって使っているお金ですね。こういったものは介護サービス事業環状において処理すると。こういうふうになっているわけですね。なので、保険者という立場なのか、サービス提供したいという立場なのか、それで使い分けているということです、感情を。 ということで、この特別会計には保険事業環状と介護サービス事業環状の二つがあるというところは、あの、最適といいかなというふうに思います。ということで、今日の問題ですが、介護保険に関する収入及び支出については、特別会計を設けなければならないとありますが、これはその通りで、丸ということになります。今日の一問一答の解説は以上です。